ビジェニミニ773枠目、グラディウス4枠目です。はい、黒金さん、サンジさん、クラスおじさん、ヨシベイさん、いらっしゃい。グラニュース。ワクトリお疲れ様。ですね。はい、6個目さん、ノーコンキッドさん、いらっしゃい。和骨です。和骨です。はい、バーストさん、スーザさん、10番国さん、いらっしゃい。和骨です。11個目さん、いらっしゃい。黒金さん、ありがとうございます。デン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 モスコさんありがとうございます。デン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 危ないレーザー舐められトゥアデン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 うわー危ないデン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 間一発で避けてる。デンデンデンあどうせならどうしようかな、こっちにも行こう、ね、こっちで行きますかね。これだとでもセーブは使っちゃいけない。出たワッカハクモアイだ。ワッカハクモアイ、これはセーブしないと大丈夫だろ。和骨です。トモさんいらっしゃい。ラコ森さんが一番さんいらっしゃい。何一はラックスだ。ラックスラックス、このランキングに名を馳せるのだ。全部ラックスランキングにしてやる。さあ行きましょう。ラックスランキングにするしてやる。1位誰だよ。クロムズさん、上上した人は使わないでよ。スピードアップ、スピードアップ、ミッソーミッソー、農協牛乳さんにしたい。ビック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 バイパー、ミッドリー、はい、いらっしゃい。29個目さんにしたい。オプションなんか珍しく北の国がこんな時間にミサイル撃ったみたいですよ。あ、今なんかやってる、 J アラート、 J アラートでやってる。全然なんでミサイル撃つんだろうね、よくわけわかんないね、このね。そんな北の国からいらない。和骨です。はい、いらっしゃい。アランプロスさんいらっしゃい。デン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 、J アラート、 J アラート、情けぬよ。 J アラート、レイザー、ミソ、ダン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 。初代オプションハンターがいないからいいね。オプション、安心してオプション借りる。おっぱいぱい、アラートされたって逃げるとこなんてないって。デン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 、トモさんありがとうです。 PC エンジンはすごいですね。レーザーが細切れじゃない、うん、レーザーがすごい伸びる。納豆レーザーで糸を引くレーザー、てっ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 て、糸を引いてるね、完全に糸を引いてる。このレーザーが美しいんすよ。美しいね。レイザーって感じがするしますよね。糸引いてるって言われるとなんか納豆みたい。Jアラートの機械音声にした怖いんですけど。イエス、一発気持ちいい。これ貫通してると気持ちいいよね。フトーンっていくから。ミッソーン、ミッソーン、糸引いてる。デスマフィン、デスマフィン、デスマフィンはどうなったの。大変なことが起きたね。パチパチパチ、あれです。
シールドパキーン。デケデンデケデン、ダン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 、コンペイトーくるくる、コンペイトコンペイトシャバダバン、コンペイトシャバダバン。チチビンタはいつ出てくるんですか。チチビンタね、奥の国が受け取り拒否して被害者にさらに腐ったマフィン変装される危機ですね。砂糖を減らして人間化にこだわったせいで衛生関連が壊れてたマフィン。なんか毒キノコと同じくらいの毒性の高さっていう話でしたね。すごいね。イエス気持ちいい。ダンダンダン、ハブキマン。ダンダンダン。もはや化学兵器ですね。もうね。ダンダン。ラックスタコスの1、5倍くらいの毒性ですね。ラックスタコスは毒ないからね。消して逃げの言って、店も閉めて連絡つかなくなってるとか。あららら、はい、らっしゃい。まあ、いやいや、ラックスタコスの返してくれっていうのと、苦情のね、嫌がらせの電話とかあるかだろうか、ちょっと。なんだろう、専用の お支払い窓口とか作らないとダメだよね。でもそれにも、いたずら電話かかってきたら、あれだから、本当に返金してもらいたい人はちょっと。どうにかして突き止めないといけないよね。ラックスマフィンも危険らしいじゃないですか。いえ、ラックマフィンは水の温度が高きましたね。食べた人が昏睡の被害もあるらしい。シヤバすぎってレベルじゃない。デスマフィンブスダッポーズミブスなどの毒キノコだもん。毒キノコ食べたら大変なことだからね。ワクオツです。気持ちいい。猫じゃらしちゃいにしたい。ミッソーンミッソーンミッソーン、イエーイ。ここダブルの方がいいかな、どっちがいいかな。逆感だよ。モアイのとこまであるから。連絡窓口がツイッターとかだったけど消すってどういうことだい。まあツイッターはもうしょうがないよね。嫌がらせのあれとかが多分多いだろうから。謎のタコス無理だよね。ツイッターで連絡取れないよね。もうね、炎上しちゃうから。タコさんいらっしゃい。謎のタコスはありません。本人はいろんな資格取ってたらしいよ。オーガニック素材の検定とか。ちょっと衛生管理のし、でもその糸引いてるマフィン全部食った人いたんですかね。衛生管理のちょっとね、まあよっぽど胃袋が丈夫な人だったら大丈夫だったのかね。両津さんみたいな感じだったら、うん、俺は大丈夫だったぞみたいな。両津、わら。わらわら。なんだお前食わないのかよみたいな。匂い鑑定士、わらわら。なんか日本ですよ、この中川、お前情けないなとか言ってくるわ。あとからギューッて。俺全部食っちゃったよ。大変なことがね。でも、りょうさん何にもなりませんね、とか言って。部長、バッカモン、こんな文句言おって。絵が浮かびますね。ねえ、なんか。りょうさんならやりかねない。あれこんなに早いっけ。騒ぎじゃなかったはずだけど、あれなら平らげそう。わら。早いね。結構テンポがいいね、やっぱり初代はね。ステージの長さがちょうどいい感じじゃないですか。2とか長いからね、モアイのステージ。なんで倒れないのこれ。倒れて。なんで倒れないのこれだ。パーン、気持ちいい。わっしょい、森さんが一番さんがれです。わっしょいわっしょい。シールド張り替えそう。うまく正面投げてる。厚生省だから行政指導された内容を踏み倒したらさすがにお縄を頂戴しそうなもんだけど。全然全然。確か両津さんってあらゆる病気にかからない免疫持ってましたよね。なんか研究されてましたよね、確かね。なんか君の他の菌がやってきたらなんか全部やっつけるやっつける、なんかすごい恐ろしい菌だみたいな感じ。これわらわら。なんかね、
大学の偉い先生がリョウトさんの見てすごい金を持ってるみたいな感じこの金が全部あの外部のあの様子の顔した金がいそう金をやっつけてくれてるじゃないかみたいな金儲けの執着心がえげつない笑コロナ菌も何のそのでせっかくするところが腰椎以外に注入すると猛毒の抗体になっちゃってそうだったそういうそういうお家だったんだっけ私たちの強すぎてたの人には使えないって話でしたよねそんな話だったっけ最後丸ごと宇宙がやってくる丸ごと宇宙がやってきたはい赤座タイムさんでリン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 おちょっと順調すぎたのに嘘だろう、なので使い物にならないということで、嘘だろう油断があったのか事故は起きるさうわーここ突破できるのかトーマスが呼んでいるこれはいかんのよこれはあー上上下下を使わなければいけない時が来るのかグラディウスは刻まないんですねグラディウスはねちょっとこのハイスコアをセーブしているデータでやったんでこれはね刻んじゃいけない刻んじゃいけないスコアランキング用のデータだったんでね刻み用のデータでやればよかった過去ラックスに勝つ過去ラックスに勝つのだこれは刻まないでいかないこれは刻んじゃいけないからねスコアアタックモード用のだからこれで余裕でいけると思ったのにミスが発生したまさかのミスがミスそうあ嘘だうわーいかん大ピンチ追い込まれた追い込まれたぞスピードアップは届かないふう上のダッカーが下のダッカーの醍醐味なのですとも面白いんでねあここが無理だわうわーここが無理だったいやーワンコイン失敗これはジェントルマンねジェントルマンホロスコープはリポートがないかなはいランキング3位だよしょうがないはいこれランク3つでしょあこれタイトルじゃないといいよタイトル戻らないとどっちのランキングかわからないからねチャキーンここで出るでしょうねっていうかコンティニューなかったんだっけコンティニューないんだねもう一回最初から今度はもうここはもうこれもういいやこれセーブしようジャックバワーのモノマネをするドキドキキャンプ騎士学のモノマネが聞こえましたよしこれも刻んでいこうここは刻みようねこっちに刻みようよしスピードミッションコンティニューは隠しコマンドなのかなコンティニューはなかったねギャーブラディウス、まあ、短いゲームだからねコンティニューはなくても食べてもいいよっていうとこなんだろうね。説明書に書いてある系の。説明書に書いてあったっけ？説明書ステレオのコマンドが書いてあったんですよね。ステレオコマンド。オプション。あのボーナスステージ取ってみるかボーナスステージがあったよね確かね2面で
デング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 行ったことなかった。ちょっと待った。ボーナスステージで乗ってたっけ、大ギリに。確か得点が100の位がどうのこうのっていう。コンティニュー。そんな生優しいものはありません。多分。100の位が一回も行ったことないから。あ、ないじゃない。あら、書いてないね。なんか100の位がどうのこうなんだよね。あ、そのバスゲームで直前でやればわかるか。セーブしとけば。2面の場所は確か知ってる。デンデン。レイザー。レイザー。大技早し見ましたけどなかったですね。コンティニュー。コンティニューはないですね。30機コマンドはありました。30機コマンドあるけど、30機コマンドはね、30機あってもいい。戻しゲーだもんなら30機いらないよね。戻しゲーで機数増えてもね、まあ、コンテ制限が、コンテ制限があったりするゲームだとね、まあな、あの粘れる、粘れるっていうんでいいかもしれないけど、別にコンテもないから。まあどうしても復活できないね。 R タイプだったらもう最初からやり直した方が早いようになっちゃうからね。コンティニューが男は黙ってリスタートですね。リスタートだね。リスタートの方が早い場合があるからね。その他だったらねゴリ押しができるからいいんだけど、貫通しなかった。あ、なんかさっきとパターンが違うじゃない。ああ、貫通気持ち悪い。貫通しなかった。よし、乗せる人か。事故に備えてわらわら。パチパチパチ。ありがとうございヒール。もう一個あってもいいかな。ドンドンテン。確か下の方の行き止まりのとこだったと思うんだよね。100の位がどうのこうのな。弾は2方向とレーダー派で分かれたな。ワイはレーダー派。レーダーも美しいからね。 PC エンジン版ダブルが強くなってるからね、連射できるから結構いいんだけど。レーザーはロマン。レーザーは男のロマンだね。長い長いもの。シールドをぐるぐる回して遊んでたな。わら。ああ、なんかスピードアップしてたらなんかぐるぐる回っちゃうんだけど、取らなかったら大道芸がオプション。シールド毎日ぐるぐる。シールド毎日ぐるぐる。あれだっけ、どこだっけ、どこだっけ。ここじゃなかったっけ、ここじゃなかったっけ。あ、ここだ、よかった、ちょうどよかった。やったぜ、ボーナスゲーム。ディキディン、デンデレンデン。黄色いカプセルだ。これ何、黄色いカプセル。あ、得点だ、黄色いカプセル。おら、こんな宇宙、そら、嫌だ、ボスを倒すだ。そらそうよ。でで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 。わ、おお、ちょ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 、後から湧いてくるの、引き、ちょっと、出たセーブとか。後から湧いてくる、ここ初見だから分かんない。わらわら。わらわら。完全に食も良いけど、家庭用のこういう要素も楽しい。そうですね。あ、緑がある。な、何あれ、緑。緑があるけど、取りに行けない。うわあ、ちょっと。わあ。途中で入ってくるで。ここの MSX の曲なのかな。
あ、なんか色が変わった。紫色になってる。あー、いけない。まだ。そうなんですかね。どうなんだろう。くそ、ダメだな。砲台がいるからここで出てきたんですよ。取りにくい位置ですね。わら、取りにくいね。紫は1ウップかな。紫、あ、本当だ。ワンナップだ。平和になったら1000個貯めて東京でテレビ買うだー。でー、うわあ、罠だね。ボーナスステージという名の。あ、ここにワンナップがある。まあ、ワンナップがあってもあれなんだけど。なんてこった。わら、でるでてん、あそこ取りたいけど、このオプション、あ、よかった。ここで湧いてきたよね。初見では不可能ですね、ここ。わら、あーい、なんかうまくいかないね。 どうした方がいいのかね、これ。もう、ま、前もって進んどく。ダメだね。あそこなかなか、あそこマリカ、あれがあったね。 ここに安全地帯があった。ここだ。ここなら大丈夫。あ、違う、大丈夫じゃなかった。はい、たまに当たったのかね、今。最初砲台壊してくれ、大丈夫かな。砲台を壊してからここに行けば。ダメでした。もうちょい上か。もうちょい右上に行けば。カプセルのところにいないとダメなんですね。カプセルは、ここ、もうちょい。あら、なんか微妙に違うね。毎回違うんだね。どうしてもいいな、これ。ここで打っといてから。あ、これでいいや。ここで。OK、OK。今度ここから。ここ、ヒロミ、ヒロコエホックス流れです。ここはこれでいいね。厳しい。上に行こう。よいしょよいしょ。OK、OK、OK。どの面よりも難しいのでは、笑う。また来る、また来る。うん。あ、抜けたとこセーブしとこう。よし。結局後方でゆっくりが安定。後方でゆっくりが安定だったね。まるで細胞壁。ミッション。でんでんでん。シール。抜けたみたい。足場の周りはつぶつぶきませんでしたね。足場の周りは良かったのかね。ちょっと後方でね、様子を伺って。このシールドは本当独特だな。独特ですね。もう2以降一応飾りであるけど、みんな使ってる人いないよね。みんなフォースフィールドだもんね。あ、そうだ、セーブして。刻んでいく、刻んでいく。なんでモアイ採用だったんですかね。なぜモアイが、もうね、コナミさんのなんかマスコットキャラみたいなの扱いでしたよね、モアイね。誰かモアイが好きな人がいたんですかね。おお、モアイっていろんな説があるんですよね。モアイってどうですか。え、宇宙人が建てたとかですかね。それないで。積極的にシールドに弾を当てていく方が使えるというね。よし。ああ、 ちょうどいい大きさになってね。なんでこれやっつけられないんだろう。当たってないの。その中の一つには呪術のために使ったせいで自然を壊して、イースター島の住民は一度滅んだって説がある。怖い、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 怖い。何にもな、誰も住んでなかったんだっけ、イースター島って。
今でも住んでる人はいるのかね。子供の名前にさえ愛って感じでも愛って名前つけたコナミ社員もいるかもしれない。いるかな。いないの。ちょっと延長した方がいいかな。若干延長しますね。ちょっと最初ゲームオーバーになっちゃったせいで。ありがとうございます。延長入ります。延長入ります。ダボー。でんてんで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 ん。横顔がモアイっぽくてあだ名モアイの人いたな。あー、顔が長かったりね、なんかいやごつい人だったらモアイって言われたよね。でかいでかくて顔が長かったらね。でん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 。このままの段階で言われそうですね。笑。あ、再放送。またこっからか。だーはー、また同じ時間。またこっからかという私がロードしたんだけど。急に大きい声でびっくりした。シールだろうから全面が安全だと思ってたら。ちょっと事故に備えてあの通り抜けるところをセーブしよう。パチパチパチ。ありがとうございます。エンジン版の火山は強いのかな。世代を選びますが、顎長い人はモアイよりライディーン言われる時代も。昔はライディーンって言われた。わかる気がする。確かにライディーンもモアイっぽいですもんね。猫の花ちゃんも急に起きましたが、また寝ました。笑。寝ちゃった。花ちゃんですか。私の昔花ちゃんっていたんだよね。花ちゃん、ドラミちゃん、花ちゃんだ。あ、そうそうそう、セーブ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 、セーブしとこうよ、ね、事故に備えて。でデンデンデデンデン。こんばんは、玉の残業は答えます。玉の残業答えるね。はい、タカさん158個目さんにして。どういうフォーメーションがいい。このフォーメーションがいい。さっきなんで当たるの。一気に抜けた方がいいかね。怖くなっちゃったよ、もう。怖くて通れないよ。デデンデンデデンデンデデンデンデデン。開けの上手い人は全部レーザーで抜けていますよね。すごいね。何周もするのもない。何周ももうずっと終わらない人がいるからね。昔のねゲーセンはなんかね、5分で100円で5分ぐらいまでしか遊ばせちゃいけないとか言われてる割にはループゲーにしてるのが多いんだよね、昔はね。なぜかね。終わらない8月30日ね。なんでループ制にしちゃうのかよくわかんないね。
介できる人向けなのか、グラさんが1プレイ300円のとことかもありますね。そうですね、1プレイ300円だったらグラさん絶対やらないよね、上級者の。PC エンジン版はダブルの連射が効きますからね。ね、ダブルの連射が効くか。 PC には業務用とかとね、ファミコンと違ってダブルは強いですよね。あ、でもここレーザーの方がいいかな。食事ステージはダブルよりどっちがいいかな。レーザーの方がいいような気がするんだけど。あ、どこでセーブした今。頭でセーブしてるよね。ダブルが使いづらかったら頭だからやり直して レーザーに変えとこうと思ったけど、あ、ここでも自分切り替えられたね。ここでも変えられるね。食事倒しづらかったら、あ、食事じゃなかったわ。なんだっけ、あ、俺じゃん、もう骨があったんだ。骨が、骨ステージが食事じゃないわ。これがオリジナルステージだった。オリジナルステージがいた。骨ステージがだからグラスリーのあの一面を思い出しますね、これね。砂漠はね、骨が MSX 面がありましたね。そうですね、これが入ってたの。これがここなんかレーザーの方がいいんじゃない。こんな骨ステージ初めて見た。この骨ステージはオリジナルステージですね、これはね。 MSX にもあったのかな。パロディウスにこんなステージあったけど、これのパロだったのか。パロディウスはここのパロだ。ファミコン版にはなかったステージだ。ファミコン版にはね、ないですね、これね。このステージ。かいか。変に打ってたら。いか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 。骨が来る、骨が。骨が来る。まあ、チラ出てるな。あ、これ、セーブしとこう。謎の青い霊魂のような物体。謎の霊魂物体。あ、これ下からビッグコア出てる。上の方がいいか。出てきた。じゃじゃじゃーん。おい、ふうふい、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 はい、出てきた。パーン。いらっしゃい。パチパチパチ。ありがとうございます。パチパチパチ。レーザーかよ、レーザー。ルルルルル。イエス。あ、やっぱレーザーの方が倒しやすくない？倒しやすいね。デン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 。ポーン、ミートボール。ミートボール、イエーン。ミートボール、イエーン。ちゃんとステレオしてる。あ、そうですね。あ、ミニ版はワンボタン押しながら、選ばなくてもあれなんですね。ステレオになるんですね。
旧カード版はあのワンボタン押しながら電源入れないとね、ステレオにならないんで、モノラル仕様なんで。通常ボタンと連射ボタンのついてるパッドだとこのゲームやりやすいですよね。やりやすいですよね、これね。そうだったんです。だから説明書がない人はちょっとね、ずっとモノラル、ありがたいですね、モノラル仕様だったかもしれない。なんでそんな仕様に。コラミのね、ヒューカードはパロデュースまではその仕様ですね。デタナツインビは普通に普通だった気がするけど、なぜかコナミさんは白エンジンでやってたのかもしれないね。白エンジンはデフォルトモノラルだから。なるほど。おそらく白エンジンが一番売れてるだろうからね、モノラルユーザーが多いんじゃないかなっていう感じで、コナミさんの心遣いが。やりやり。まだいた。うわあ！くそ！そっか。わらわら。釣られくま。釣られたー。くそ。騙された。あれ抜けてから出るのかと思ったら。今のはマジ驚き。わら。くそ、やられちまった。引っかかってしまった。プギャシグレだ。まさにプギャーだった。あ、しまった。えー、たまたま消えなかった。青カプセルで敵は消えるけど弾は消えませんでした。稲川さん階段よりびっくりする。急にわーって言うからね。絶叫ボイス。ラックスさんの悲鳴は心臓に悪いです。心臓に悪いですか。よく言われます。ゴキブリが出たとき私あんな声すいますから。うわあ！ゴキブリだーって。わらわら。心臓に悪いな。話より驚いた。めったに悲鳴ありませんもんね。どう。わらわら。うるさいやで。コナミ作品は音量注意。ゴキブリが出たくらいでとか言われるけど、ゴキブリが出たぞー。もし出ても三兄弟が取ってくれますかね。そうですね、最近は猫が頑張ってくれてるけど、猫のおかげでね、ほぼゴキブリの姿死体で見ることがあるけど、死体で転がってる、生きたのあんまり見てないですね。ちょっとセーブしたい。マインスイーパーの時の絶叫を思い出します。笑。マインスイーパーって言うけど悲鳴は出ますよね。空港じゃ悲鳴を上げるなって指導受けましたけど。出ますよね。マインスイーパーとかでも予期せぬ出来事にね、あったらやっぱり悲鳴あげますよね。ゴキブリでほらいきなりもうね、えぇーってとこにから出てくったりする。あ、しまった、ダブルにするんだった。ダブル、あ、そのままシールド取ってからダブルするよかった。女のレス悲鳴だけで消えていった体調を思い出しますね。スクショ見てるから、この人って思いました。スクショ見てるからね、本当に絶対安全ってもう持ってね、スクショ見間違えちゃうんだよね。ドーン、わあ。スクショ見てるから、わらわら、もう完全にはもう
地雷ないですね。地雷がある、あるかもしれないっていう時にね、あのやっちゃったらそんなにそこでもない、そう思わないんだけど、スクショ見ながらで、ね、あ、これ安全って言ったらバーンって、ってなんです。シェールド。わらわら。マインスイーパー楽しみに待っております。マインスイーパーが、倉庫版が終わる。いつ終わるかな。そこはでも、前よりは確実にペースは速いんですよね。表面だけだったらかなり速いんじゃないですかね。裏面に入れたらちょっと、めちゃくちゃかかっちゃうと思うけど。昔取った篠塚ですね。昔取った絹塚でね。あれこれ真ん中で抜けてよかったっけ。むしり取った絹笠ですね。むしり取ったむしり取っちゃいけない。また三つの卒業生から嫌い除去へ左遷される面々か。デリーン、いつになるかな、マインスイーパー。あぶね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 。あ、嘘だなんで今だったの、もうもうちょいだったのに。ビッグモーター君が地雷除去？君自身が地雷じゃないの？ビッグモーター君はなんか伊藤忠がなんか買い取るとかいう話ですね。今回は意外なところでプラしますね。伊藤忠君が出てくるかもしれないね、今度ね。行っとこうか。あ、これで消えちゃったんだね。シールドどこ行ったんだろう。まあ、真ん中にいてもなんか大丈夫。伊藤忠は意外でしたね。当時は意外でしたね。伊藤忠、どんな虫ですか。伊藤忠、虫、伊藤忠さんじゃないね。もともと非常上器用だったから我々の懐には響かない。土地狙いか否か。伊藤忠もともと大阪日産のディーラー運営してるようなので、あんまりこれね。あーと貫通してきた。いや、倒さないと。使用拡大か。てん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 。ちょっと真ん中で下げれるのかな、これ。真ん中で下げにくい、これ。真ん中じゃ。伊藤忠、まずは大炉に気を得ることから始めます。イオン、俺を見習え。伊藤忠エネクスのスポンサーで大阪日産のディーラー運営してること知りました。シャワー浴びてるペンギンはいないんですね。シャワー浴びペンギンないですね。あぶねぶね。あの職種なかなか倒せないね。シャワー浴びてるペンギンがいないパロデュースですね、あれね。脱出。ニサのディーラーを運営してんだ。パチ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 、ありがとうございます。脱出。パチ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 をパチ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 、ありがとうございます。バクテリア軍は壊滅したかに見えた。しかし、パチパチパチ、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。成し遂げたぜ。成し遂げたぜ。やっぱり最後はブレイン。リン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 、パチパチパチ、ありがとうございます。スタッフプログラマー T 徳田 T コーグラフィックデザイナー T 三好、なんか T さんが多いですね名前が。 H 森 T さん多い。 M スエン、スエーナガ拡大縮小。サウンドデザイナーエッチ村岡。プロデューサー A 長田。拡大機能だ。スペシャルサンクストゥー K 橋本。言うの早いって。
R 生姜か生姜き M 福永最後はプレゼンテッドバイコナミでイエーはいというわけでご視聴ありがとうございました。P エンジンミニ、今度はね、あさっては、超兄貴にしようかなと思ったけど、もう超兄貴にしよう。超兄貴です。はい、おでした。超兄貴枠数少ないから。はい、おでした。はい、おつです。おでした。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。おつつ。はい、おつです。おつつ。おつです。今日もおつおつでした。クリアおめでとうございました。はい、ありがとうございました。おやすみ。フォーエバーです。おでした。おつおつ。おでした。おつです。おでした。おつでした。おでした。あ、45分超えてんね。これは残業は、15分超えたら残業になっちゃう。ちょっと、番組、名を変えとこうじゃ。773。わらわら774グラディウスはもう一枠増やして5枠にしとこう。弊社と同じ、はい、おやすみなさい。芝生数変えてと。はい、おやすみなさい。